遺跡の話などどこから情報をもらえるんですか。これ僕も疑問なんですよ。これね、クラブで本当情報の管理ができてないところも、クラブとしてのマネジメントっていうか統率が、内部統制が取れてないところは、特にクラブ公式発表の前に情報がマスコミに出てる。でこれは意図して出してる人がいる、内部に。でこれはまあ悪いことではなくて、そのクラブとマスコミとのつながりで、もうそういう何やろな、メリットを享受し合ってるというか、もうそういう関係、忖度というか、もうそういう関係が成り立ってて、でもそれはね、よろしくない。その流す人は、まあ、そのマスコミとの関係性を重要視して流してるんですけど、内部のまあ監督、特に監督からすると、本当こう、内々で選手たちに留めておきたいような、とこう、やっぱこう人として訴えたいような気持ちもあるので、中にはそういうものがやっぱこう変な風に伝わってこう漏れてしまうっていうのは、なんか漏らされてしまうというか、そうなると本音で向き合えなくなるんで、こうまあ、誰が出してんのかもわからなかったりとかすると、本当内部で疑心暗鬼になってしまう。そういうのが、本当こう、実際、まあ、昇格するかしないかっていうのは、結構こう、大きいんじゃないかなと。やっぱ内部でこう、信用しきれない部分が出てくると、まとまらないですね。なかなかまとめられないし、言いたいことも言えない。言えない。これ事実ですね。まあもうその仕組みが出来上がってしまってるんで、そこの外の関係性より内部の関係が尊重されてるわけではないっていうようなのが事実かな。ねえ、これね、やっぱりこれをメリットとする人がいるので、やっぱこう忖度というか、組織が何を目指してるのか、本当に何を得ようとしてるのかっていうことがすごくやっぱり曖昧になってしまって、目の前の人間関係とか組織同士の、まあ、忖度みたいなものが先に立ってしまうと、組織が周りから求められてる結果っていうところになかなか進んでいかないっていうのが、まあそのあたりからこう、ポロポロこう、内部の信用、信頼関係っていうのがなくなっていくのかなと。